こんにちは、こんばんは、ヨッシーです。今日も原神やっていきたいと思います。ちょっと待って、ディルックが喋りかけてくる。はい、ということで、原神やっていきたいと思います。今日は PC 版で、プレイしていきたいと思います。はい、このね、原神はね、今、スマホと、PC と、PS4 で、リリースされてるんだけど、僕はスマホで普段やってるんですよ。で、ちょっと撮影なんで、今回は PC で、やってますが、はい、まあ、こんな風に、連携ができます。なので、まあ、家でいるときは、こういう風に PC でやったり、例えば持ち運んでやるときは、スマホでやったりと。はい、いろんなことができるので、おすすめです。はい、ですが、注意点は、PS4、こちらは、まだねデータ移行的なもの来てないので、なんていうか、スマホでやって PS4 でやるっていうのが今のところはできないです。多分できるようにはなると思います。はい、なのですが、今のところは、できないということですね。で、今日何をやっていくかといったら、この原神で結構大事なのって元素反応なんですよね。うん、この元素反応、すごい楽しいんですがかなり複雑です。なのでちょっとねそちらの方を今からやっていきたいと思います。はい、まあ全部できるかわかんないんですがやっていきたいと思います。まずちょっと簡単にいきますか。まず、炎属性、まずお相手に加えてみましょう。炎を当てると、お相手が炎になりますよね。これに、バーバラちゃん、バーバラちゃんというか水属性のキャラクターの、技を与えると、どうなるか。蒸発っていう効果が入ります。はい、蒸発っていうのは何かと言ったら、ですね、属性ダメージ増加ということで、まあ、ダメージ増加ですね。はい、簡単に言えば。なので、まあ、しっかりこういう風にね、元素反応を使っていくと、効率よくダメージを与えることができます。で、次行きますか。次はですね、炎を当てます。からの、雷属性、こちらを与えると何が起きる？核化っていうのかな？うん。こちら、爆発して範囲ダメージ、プラス硬いものを破壊ということで、はい、このようにダメージを与えることができます。はい、まあ強いね。うん、多分ね硬い敵って確かいたんだよ。うん、なんか殻が硬いみたいな、そういう敵に対して、炎を当てて、雷を当てることによって、今みたいに、爆発して、硬いものも破れるといった感じになってます。炎ってね、氷っていうのがあるんで、そちらの紹介をしていきたいんですが、敵さんいなくなっちゃったね。ちょっと待ってね。敵さん探していきたいと思う。ありましたね。ああ、これは雷。雷なんでダメですね。雷をしても、まあ、普通に活化って、今さっきの現象が起きるので、はい。あ、そうそう。例えばさ、天候が雨だったりすると、敵がさ、もう濡れてる状態あるじゃん。あの状態だと、もちろん、そのまま、元素反応、今みたいに起きるんで、わざわざ当てなくてもいい。例えば、雨降ってて水になったら、もう水になってるんで、それに炎を加えると蒸発が起きたりするので、はい。その辺のね、天候とかは、すごく、手間が省けますね。あー、いたね、いたね。じゃあ、これで行きましょう。炎を当てまーす。まず、炎を当てて、はい。これでガイアに変えて、氷ですね。氷を当てる。と妖怪ですね。この妖怪っていうのは何かというと、これも、属性ダメージですね。はい、なので、まあ、やっぱりこういう風に、属性を組み合わせた方が、強い攻撃ができるよっていう技になってます。はい、なので、元素反応を覚えておくと、すごくいいと思います。ていうか、まあ、これから先ね絶対必要なんで、絶対覚えておいて損はない技になってます。はい、ということで、次の反応に行きましょう。あとは水か。まず水行きましょう。バーバラちゃんにして、お相手を水にします。はい、水にして、雷ですね。もうこれは分かりますよね皆さん。感電です。感電です。はい、
感電は何が起きているかというと、濡れた敵に範囲ダメージ、プラス麻痺が入るそうです。はい、なので、やっぱこの組み合わせ強いね。水と雷ってやっぱ普通に強いかなと思います。はい。で、次の反応いきますか。まあ、ちょっといろいろね、反応を、皆さんと一緒に見ていきましょう。僕もね、把握しきれてないんで、まあ、しっかりね、把握していきたいと思います。では、行きましょうか。まず、水属性を与えていきます。からの、チェンジして、氷を与えます。はい。はい。まあ、これは簡単ですね。はい。凍結、凍る、両手剣で大ダメージということで、凍ってる相手にね、両手剣で殴ると大ダメージを与えることができる技になっています。やっぱ水と氷は強いよね。普通に強いと思います。はい。これコントローラーでもできるらしいんですよ、PC。コントローラーでできたら、そっちの方がいいかもしれない。これでも慣れたらね、一応キーボードでも全然本当にせっかちだな。できると思う。せっかちです。ごめんなさい。せっかちなんですよ。あ、いますね、敵さんね。ちなみに雨が降ってるともう濡れてるんですよ。濡れているので、濡れている。水で試してないものはない。ないんだよな。まあじゃあ戦闘をしますか。うん、水で試すものはなかったんですが、とりあえず雨が止まないと進められない。動画が進まないんだよ、それじゃあ。はい。なので、まあちょっと、進めていきませんね。はい。とりあえず叩いていきまーす。あ、でもあそこ、雷がいますね。あ、で、ちなみに、こうやってね、あの、宝箱を開けると、冒険ランク上がるんで、地道に上げておくといいですよ。はい。さあ、ここに、雷の人いますね。うん。雷の人に、氷。氷を与えていきましょう。これ。はい、これで、超電導っていうのが起きます。超電導っていうのは何かというと、氷追加ダメージプラス、物理防御、50% のデバフがかかります。はい。なので今のはそんな感じの効果が出ます。超電導ですね。はい。で、今敵さんに食らわしたのが、超電導ですね。氷と、雷で起こる、現象になっています。はい。これ主人公は、風なんですよね。これね、濡れてる敵に、風を当てるとどうなるか。何が起こる？はい、隠す。何が起こる？はい、隠す。さんですね。風属性は、他の属性、ちょっと待ってよ。ちょっと落ちちゃった。風属性はね、拡散って言って、攻撃した属性を、追加に、範囲ダメージっていうことで、つまり、これ濡れてるんですけど、濡れてる敵に使うと、プラス、範囲ダメージ。はい。範囲ダメージが乗ってるみたいですね。うん。岩がありますね。ちょっと待って。岩はなんだっけ？結晶っていうのがあるんだよ、岩。岩ね、結晶があるんだよね。これもね、よくわからん。攻撃した属性に対するバリアを張れるっていう感じなんだけど、これもよくわからん。よかったらね、コメントでね、補正していただけるとすごく助かります。はい。といった感じで、今回ですね、こんな感じで、元素反応やっていきました。ちょっとはね、わかりづらかったと思う。うん。何がわかりづらかったと、話も下手くそ、説明も下手くそなんで、まあ、頑張ってね、編集で、食い止めていきたいと思います。はい。まあ、ちょっとね、ぜひ、コメント欄でアドバイスとかいただけるとすごく嬉しいです。はい。まあ、ぜひね、コメントお待ちしてます。あとね、少しでもね、この動画良かったなと思ったら、高評価していただけると嬉しいです。なるべくね、攻略の助けになることができたらいいと思います。はい。またね、次回もやっていくので、ぜひ次回またご覧ください。じゃあね、バイバイ。